皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き口内炎で口が回りにくくなっている高野村でございますなのでちょっとべしゃりいけないかもしれないけど一生懸命頑張りたいと思います。あの前回ですね、あのオートサロンで、まあね、あの売れたものをご紹介しますということで、まあ、アレックさんのクリップリムーバーをご紹介させていただきましたけども、今回ね、あの本当にオートサロンというですね、ファクトリーギアを知らないで来るお客さんがパッと見てね、手に取って思わず買ってしまったものってのは何なのかと、ということで、これね、ちょっとね、いつもお店で売れるものと違うんですね。で、もう誰が見ても分かりやすくて、わ、これは何だっていうものがね、こう、まあ、ああいうショーなんかで売れるわけです。で、今日はね、それをね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ちょっと滑舌悪いですけど、紹介させていただきたいと思います。まずですね、一番最初、こちら。ドン！キングトニーとですね、スナップオンのですね、まあ、LED ライトです。これ見てくださいね。実はこれね、去年ものすごい勢いで売れた LED ライトなんですよ。で、今回はですね、今ね、こちらがね、バカ売れにバカ売れにバカ売れで、一応これもちょっと並べては見たんですが、まあ圧倒的にキングトニーの勝ち、スナップオンがあまり売れなかったんですけど、まあどのぐらいですね、明るさが異なるのかということで、今からちょっとね、試してみたいと思います。さあ、明るさをですね、実験するために私今、会社のトイレにやってもらいましたね、ちょっとやってみますよ。こちらがスナップオンでキングトニー、スナップオンでキングトニー、スナップオンでキングトニー、このぐらいの差でしたはい、ということですね、非常にこれ分かりやすいですよね。もうね、パッてつけたらすぐ分かっちゃうと、っていうので通りがかりの人もパッてこれ、ね、顔に当てると非常に危険ともうね、ほんと痛いですね。まあこれね、チップオンボードって言ってですね、まあこの黄色いのは最近入れなんですけど、これ、ね、面積が圧倒的にこの黄色いのでかいですね。これがね、明るさの違いになってるっていうことで、面の広い明るいタイプがまあトレンドで、まあこっちの方が全然明るいぞということで、こちらが人気ですというお話です。で、続きましてですね、人気だったのはこちら、ドン！まあ富士屋さんといえばですね、ペンチのメーカーとして世界的に有名なメーカーなんですけども、今回オートサロンにですね、あのメーカーの営業の方がですね、商品を持ってきて説明していただいたと。やっぱり説明してくれる商品っていうのはやっぱり人気になったわけですね。で、今回富士屋さんが持ってきていただいたのがこちらの商品なんですけども、ファクトリーギアはピカピカ工具が人気だぞということで、あの東大阪の結構あのトラディショナルなね、あのメーカーさんでなんでございますが、このオートサロンのために特別にですよ、いいですか、特別にこのピカピカのプライヤー作っていただきましたね。これ見てください。あや、これね、グリップないですよね。グリップない、なんかね、本当あのグリップの内側にあるところを一生懸命こう綺麗にピカピカな感じでやってくれたということなんですが、ちょっとピカピカ度は足りないかもしれないけれどもやっぱり非常に貴重なもので、まあこれ世の中ね、あのその時だけしか売ってなかったことで、こちら人気でございました。そしてもう一点、こちらです。ドン！Factory Gear, the right place, the best tools.